コーヒータイムということで、今日は片野さんのコロンビアですね。まずは蒸らしから。今日ね、コーヒータイムじゃなくて普通になんかね、レビュー動画とか撮ろうかなと思ってたんですよ。なんですけど、なんかね、まあ、昨日からなんですけど、まあ、ふくらはぎ、まあ、下半身がね結構だるくて、まあ、特にふくらはぎですよ。ふくらはぎがね、なんかすごいパンパンに張ってて、なんか疲れてるなと思ってたんですよ。で、今日仕事終わった後にね、ふくらはぎのマッサージをね、いろいろやってたんですけど、それやってる間にね寝てしまって、本当は1時間ぐらいマッサージしてちょっとトレーニング行って、でその後撮ろうかなと思ったんですけど、4時間ぐらいもうがっつり寝ちゃってね撮ってる時間がなくなってしまったっていう、そういう感じですね。まあちょっと疲れてたのかな。そのゴールデンウィークとかでね、いろいろ出かけたりとかして、足とかが疲れてたのかなっていう、そういう感じはしてますけど、皆さんもね、そういうセルフケア、まあ、疲れてるって自分がね、そのまあ僕は今日はね、そのなんていうの、不調っていうかね、まあ、不調っていう不調ではないんですけど、体にね、なんかだるいなみたいな、そういう疲れみたいなのが出てたんで、なんですけど、まあ、そういう予兆も出ずにね、急に疲れたみたいなことが起きたりとかする可能性もあるんでね、皆さんもちょっと気をつけてね、セルフケアっていう、まあ、僕は今日マッサージクッションみたいなのとマッサージガン両方使ってね、ケアをやってたんですけど、そういう風にね、まあ、マッサージなんちゃらとかね、そういうので、まあ、マッサージのお店に行くのもね全然いいんですけど、ケアをねするのを、まあ、ケアをしてみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、コーヒーいただきましょう。はい、コーヒーいただきます。いい香り。あー、美味しい、めちゃくちゃ美味しいわ。なんかね、足すっきりしたんですよ、すごく。まあ、それと合わせてね、コーヒーですごいすっきりするって最高ですね。なんかすごい目が覚めた今。最高。まあ、セルフケアつながりという感じで、ちょっと後ろにね、こんな感じでメタクエスト3をね持ってきてますけど、ちょっと最近ね、まあここ数年、まあ2年ぐらいですかね、去年一昨年ぐらいから健康診断でね、目の視力がねめちゃくちゃ下がったんですよ。まあ、だんだんとね、だいたい 0.3 ずつぐらい下がってってるみたいな感じで、まあ、急にね目のその視力が下がり始めて、で、まあ、原因はね、家の中にこもって、そのスマホとかね、なんか iPad とかでずっと本読んでたりとかしてるから、それあと仕事とかね、ずっとこんな感じでやってるから、それで目が悪くなったのかなっていう風に感じているんですね。まあ、実際なんか仕事をしてたりとかしてて、目疲れるなって、疲れやすくなったなっていう感じがするんですよ。まあ、年齢的なものとかもあると思うんですけど、でそこで皆さんはVR ゴーグルをつけていたら視力がね回復したっていうね話、ご存知でしょうか。まあ本当にね、そうなのかって言われるとちょっとわからないっていうところだとは思うんですけど、まあ半分ぐらいね眉つばものの話なんですけど、まあそういう人もいたよみたいな報告例は上がってるんですね。なのでちょっとね、最近その視力回復を目的っていうほど目的ではないんですけど、ちょっとね期待しつつ VR を1日1時間ぐらいやろうかなっていうふうにね、前まではね そこまで週末とかにやるぐらいだったんですけど、1日1時間ぐらい触ろうかなっていうふうにして、いろいろ触ってるんですよ今。で
ちょっとその VR の話をしようかなと思うんですけど、最近やっているのはね、Steam VR、PC VR って言われるものですよね。Steam っていう PC のゲームのプラットフォームではないのかな。販売のルートがあるんですけど、その Steam っていうのをね、の中の VR のゲーム、あと、クエストに入っている単体でね入っているゲームと、あと PSVR2 をなんかいろいろとやっているんですよ。今日とかは PSVR2 で出ているバイオハザード RE4 の VR 版をねちょっと やってたんですよ。ちょっと不満はあるんですよ、操作方法とかにね、バイオハザード RE4 の VR はなんかね、バイオハザード4の VR は結構操作感めちゃくちゃ良かったのに、なんか いまいちいけてないところがあったりとかするんですよね。まあ操作がね複雑になったからっていうところもあるとは思うんですけど、ただね、それでもね、面白い、すごく面白い。PSVR2 って有機 EL なんですよね、液晶が。液晶っていうかね、画面が。で、有機 EL の特徴として、その画面がね、黒がすごく綺麗なんですよ。で、黒が綺麗っていうのはね、逆にその液晶のモニターのやつはバックライトっていうので、黒がどうしてもね完全な黒ではないんですね。で、特に VR とかやっていると黒い画面がちょっと灰色っぽく見えてしまうんですよ。まあモニターがねすごい近くて、で周りが真っ暗でってなると、どうしても光がね強く感じてしまって、で画面がね真っ黒なところでも灰色に感じてしまうんですけど、有機EL の場合って黒は本当に黒なんですよね。発色、発光すらしないような真っ暗なんですよ、なので、そのバイオハザードみたいなねホラーゲームとの相性がめちゃくちゃいいというかね、相性が良すぎるんですけどね、真っ暗なところ本当真っ暗で、ゲーム内でねこうやってライトを照らすところがあるんですけど、そういうところもライト照らしてないところ真っ暗すぎちゃって怖いんですよ。もうバイオハザード RE4 なんて何周したかわからないぐらい遊んでるんですけど、まあ、それでもね雰囲気が怖すぎる、そういうような感じなんですけど、まあ、それはねそれでいいんですけど、最近ねちょっと感動したのがミストっていうねゲーム、まあ発売自体はいつなんだろうな、もうすごい昔で PS の1とか 3DO とかあの時代、だからもう20年以上前のゲームだと思うんですけど、それが何年ぐらい前だろうな、ちょっと前にね、まあ、今年去年とかではないんですけど、ちょっと前にリメイクではなく、そのリマスター、画面が綺麗になって再登場したんですよね。で、再登場するにあたって VR 化もされたんですよ。で、そのミスト VR っていうのをねちょっと Steam VR でね買ったので、それをね最近遊び始めたんですけど、そのまあ元々のミストってね、その PS とかの時代のゲームなんで、まあそんなにポリゴンとかも綺麗じゃないですよ。まあ、当時はね綺麗な、とても綺麗なポリゴンの島を探索して謎を解くみたいなのでね、画面映像が綺麗っていうのを売りにしてやってたんですけど、まあさすがに今の時代だとね、ポリポリしててすごい汚いっていう感じだったんですけど、それがね新しくなって、でしかも VR になってっていうことで VR でやり始めたら、いやなんかね、その昔遊んでたゲームの世界の中に VR で入れるっていうのはやっぱすごく面白い体験だなっていうふうにね、ちょっとすごく感じましたね。で特に、でしかもなんかね、そのミスト VR のリメイク、リマスターのやつは画面がねかなり綺麗になってるんですよ。でなんか実際にやっててね、なんかすごい景色も綺麗で、まあ、ミストってね謎解き自体は結構複雑というか、あんまりヒントもなくて、
じゃあスタートしゲーム始めたけど何したらいいのみたいなところからね始まるゲームなんですけど、普通に単純にねその、ま、その何もない、あ、まあ、なんかオブジェクトとかね謎がなんか動く仕掛けみたいなの、なんか意味深なね仕掛けみたいなのがいっぱいある島の中を単純にうろうろしてるだけでも結構楽しいなっていうね、うん、まああの頃のミストってね、その移動方法がねこのなんかワープ式 でしかもすごいレスポンスが悪くて探索するのもかったるかったんですよ。なんですけど、まあ今のゲームみたいにねうろうろ普通にできるようになっていて、でしかも、まあ、こうやってね見渡せば VR なんで360度あの好きな方をね見れるみたいなね、そういう感じで、いやなんか、うん、そういう風にリバイバルされて VR 化されるっていうのねすごく楽しいなと思いましたね。まあなかなかね VR ってその人口もね普通の PC のゲームだったりとか、あとプレステとか XBOX とかねのそういうプラットフォームで遊んでいる人たちに比べるとどうしてもパイが少ないんでね、うん、なので企業的に対応するコストっていうのがね、まあそんなに採算が取れるものではないとは思うんですけど、まあ、なんかリメイクした際とかにはねぜひ VR 化、うん、VR 対応とかしてほしいなってねちょっと改めて思いましたね。いやほんとねちょっと動画撮ってる時間はないんでよな、うん、本当はね動画とか載せたいなとは思うんですけど、ちょっとショートとかでね出すかもしれないですけど、いやそのミスト VR ねほんと綺麗なんで、ぜひね VR 持ってる人はですね、まあ、ミストに思い入れがない人そんなに面白いゲームではないんで、うん、当時はね面白かったですよ、 謎解きとかで、うん、なかなか面白いゲームだなとは思ってやってたんですけど、今やるとねやっぱり不親切ですし、まあ言っても、うん、古いゲームだなっていう感じのねあれなんで、そんなにねおすすめはしないですけど、まあ、絶対やれみたいな感じじゃないんですけど、ミスト一回昔やったことがあって、でしかも VR 持ってるみたいな人はですねぜひミスト VR やってみると面白いんじゃないかなと思います、うん、僕はねかなり感動しましたね。ただもうちょいねその、まあ、てかおまけでくっつけたようなやつだからあれなのかもしれないですけど、もうちょい操作感にね操作感を良くしてほしいかなっていうところはありましたけど、うん、まあでもねこうやって、ね、やっぱ VR ってね体験ができるのはすごく良くて、体感で動かせるっていうのはすごく良くて、こうスイッチとかがあるんですよ、こう手で下げるような、でそれをやっぱり VR の中のこのスティックとかでねこう自分の手でやってガチャって下げるっていうそういう感覚、うん、まあ、そういうのがねやっぱね、うん、やってて、まあ、子供に戻るっていうわけではないですけど楽しいなっていうふうに感じましたね。あ、それだわそれだわって、何がそれなのか分かんないかもしれないですけど、最近足疲れてるって VR やってるからだな。 VR やってる、 VR のなんか普通になんか作業とかするときは別にいいんですけど、 VR のゲームやるとき立ってプレイしてるんですよね、こういう状態で。あの動くのに座ってやると周りのものがすごい邪魔になるんですよ。なのでちょっと荷物どけて、で広いところで立ってプレイしてることが多いんですね。それだわ、足疲れてんのゴールデンウィークとか関係ないな、足をずっと立ちっぱで1時間、最低1時間ぐらい、うん、多い時2時間ぐらいプレイしたりとかしてるんで、それですね、うん、そりゃ疲れるわ、1時間立ちっぱとか2時間立ちっぱとかでねこうやって立ってて、でしかもねそこまで動きがないっていうか、足をねこうやってこうやって歩くようなことはないんで、それがね足が疲れる原因だなっていうふうに今思いましたね喋りながらねコーヒータイムで喋りながらそれに傷がつくというね、うん、ちょっと座ってできるゲームは座ってやろうかなはい、まあ、そんな感じで